2021明治安田生命 J1 リーグ第30節北海道コンサドーレ札幌対サンフレッチェ広島の一戦。舞台は2001年の開業から20年が経った札幌ドーム屋内スタジアムです。ではホーム札幌スターティングメンバー予想フォーメーション、ゴールキーパー菅野、ディフェンス3人は田中、宮澤、菅、ダブルボランチが駒井、高峰、右にルーカス・フェルナンデス、左青木、ワントップツーシャドウ、小柏が怪我から帰ってきました。その小柏頂点に荒野と金子がシャドウの形、新加入トゥチッチは今日は控えからのスタートです。アウェーの広島、ゴールキーパーは今日が J リーグ通算500試合になる林、ディフェンス3人野上、荒木、佐々木がおなじみ、450試合リーグになりますのが青山とハイネルのダブルブランチ、右に藤井、左東、ワントップツーシャドウはドーグラス・ビエイラとジュニオール・サントス、柴崎光成という3人です。ドーグラス・ビエイラがワントップでその後ろですよね、はい、ツーシャドウでジュニオール・サントスと柴崎選手がいる感じですよね、まあ、広島の場合は中3日水曜日にゲームがありまして、セレッソ大阪戦、さあここにドーグラス・ビエイラ、ドーグラス・ビエイラがペナルティーエリアの中に入ってくる、間を抜けてくる、倒れない、シュートは菅野、よく出た、いい間合いでしたね、まあ、さすがの距離感の詰め方、菅野選手でしたね、はい、ドーグラス・ビエイラも倒れることなくシュートを打っていきました、はい、もういきなりやっぱり一発目強引に行きましたけどね、はい、さあ立ち上がり、いきなりセットプレーのチャンス、広島です。柴崎の右足、キーパーに近づいてくるボール、中央にこぼれて後ろからビエイラ、こぼれれば決めた、佐々木、広島先制、最初のセットプレーのチャンス生かしました。でコーナーキック取ってから、はい、この後ですよね、セカンドのところのこのクリアがちょっとしきれずに、でしっかりとドグラス・ビエイラが抑え引かせて、ここで体を畳んで枠に、はい、で弾いたボールですよね、しっかり詰めてましたしね、反応早かったですね佐々木選手。佐々木は今シーズン4ゴール目。さあ札幌コーナーキックは左足の金子、アウトスイングになります。ゴール正面、ジュニオールサントスのヘディング、もう一度左から金子が入れて、ファーサイド、田中俊太、2ついいヘディングがありました。フィーリング良さそうですね田中選手、はい、入るタイミングであったりここに来そうっていう予測とか、うん、そういうのは感じますね。ここまでああ細かいパス回しからいいですよ、右サイド金子拓郎、おっと荒木が足を取られた、金子拓郎の左足シュート、林弾いた、これ金子選手のいい仕掛け、中にカットインしながら自分の得意な形で左足でシュート、はい、逆サイド狙ったと思いますけどね。前半立ち上がりにスコアが動いて以降は札幌がボールを持って広島が危ないところは締めるという構図が変わりません。左サイド、ここ菅がオーバーラップしてきました、低いボール駒井へ、駒井の右足シュート、林のセーブです。今のはいい動き出しですよね。でサイドからここですよね、ここから低い中央に駒井選手が受けてシュートのイメージ持ってたと思うんですよね、はい、コースも良かったですけどね。宮沢運んで中、ドーグラス・オリベイラこぼれてくる、うん、金子がかわしてシュート、倒れ込みながら決まった、ただオフサイドの旗が上がっている。札幌としてはいや相手が触ってたんじゃないのかというアピールもありましたが、ここからサイドから中央に入ってワンタッチが入ると思うんですけど、 このシーンですね、はい、ああそうですね、はい、ヘディング、荒木、ナイスキーパー、そして野上がこれをクロスを入れました、佐々木翔のヘディング、いや今のは菅野選手よく反応しましたよ、いい動
ボール入りましたし、はい、アナキ選手完璧でしたね、はい、前に入ってコース変えてますけどね、高中俊太が前に出ていく。プチッチは右、左に金子ですが、このボールは札幌が菅が拾っています。中にはプチッチ、ドーグラス・オリベイラというハイタワー、田中俊太ワンタッチ入れる、金子拓郎まだある、左菅低いボール、ディフェンスに当たってゴールへ向かっていきました。いや面白いアイデアでしたね、シュート性ですよね、ちょっとアウトにかけて、ボールスピードあったのでクリアしきれなかったですし、これは札幌のミスから広島チャンス、東は時間をかけます。ハイネルふわっと中に入れて、まだ後ろから柴崎、藤井がどうする、右足で入れる、ドーグラスビーラー、うん、厳しい体勢からでしたが、この藤井選手のボールですよね、はい、これワンタッチで、うん、クロスバー、さて札幌は2人選手交代、広島1人交代、その中でもう1人エゼキュエウが今呼ばれました。いやここもナイスカバーですね、青山選手、はい、青山です。ドーグラス・ビエラが倒れています。踏まれたんですね、はい、菅選手に、はい、これ今何更新しているのか、あ PK かどうかということなんですかね、これ、まあ、確かに足には入っているようには見えますよね。あどうですかね、映像のを見る限りは2つで止まってたんですが、あ PK になりましたか。そして菅にイエローカードです。ドーグラス・ビエイラ、菅野、あ触ったんですがドーグラス・ビエイラ決めました。今シーズンの6点目、しっかりと左落ち着いて決めました。どうしても欲しかった2点目が入りました。ここで長い笛、試合終了。中3日でアウェーに臨んだサンフレッチェ広島、この札幌ドームの地、佐々木ドーグラスビエイラのゴールで2対0、見事勝ち点3をものにしました。